サンティュルシズは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域キ県、カンタル県のコミューン。十十の滝サンテゥルシズは、中央高地にあり、オーブラック地方に属する。村のすぐ近くで、レール側の氷河濃くとその特徴的な姿を、見つけることができる。谷は、垂直に切り立った、玄武岩の崖で囲まれる。崖は、後に、土砂で埋まった非常に平らな谷底が続くのと、 対照的である。レール川は谷の最も低いところで行き止まり、偶天湯の滝の名で知られる小さな滝となる。村の最も近いところでレール川砂岩の小さな支流は十重々の滝となる。コミューンには他にも重要な河川が流れる。ルモー川はベス川第一の支流である。ベス川との合流地点からそれほど遠くなく、 リュモ氷川は氷河に削られて残った岩を横切り、狭い渓谷を掘って繋がる。また、オーブラック峠の両線は、町の生誕に通じ、南のピーイドガデット、北のドルリエミネに繋がっている。この領域では、大雪となるため、シュペールグレーズというスキー場の創設が可能であった。コミューンでは、オック語が、ラングドック方言として話されており、オーベルニュー語は話されない。 参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。